東春方、東春方、東高房、末春方、末高房は、戦国時代の武将、大内氏の家臣。春方と名乗ったのは、天文20年、1551年に、主君、大内吉高内大友春へ、後の大内義長を当初に据えてから、五福島の戦い前に出家するまでの数年間だけで、あり、それまでは、署名の高房を名乗っていた、以下、 本校では、その当時の名乗りに合わせて記述する。大英元年、1521年、当貴夫佐の次男として生まれる。当主は、諏王国の戦国大名、大内氏の書や、宇田氏の文家であり、大内氏の重臣の家柄であった。少年時は、美男として知られ、そのため、大内義隆の長道として徴用された。また、当氏には、代々の当主が、本家、 主君にあたる大口氏当主より一時配慮するという習わしがあり、元服寺には、吉高の返記を受けて高房と名乗った弟の高信も同様である。天文六年、1537年、十五一下に除位されている。天文八年、1539年、父、凶暴が病死したため、家督を相続した。ただし、父の生前から家督を受け継いでいたという説もある。 天文九年、1540年、出雲国の天子春久が、吉田軍山城を攻めたとき、毛利元成の援軍として、大内義高から総大将の権限を与えられ、天文十年、1541年1月に、天子軍を撃退するという功績を挙げ、第一次、吉田軍山城の戦い。天文十一年、1542年には逆に、 天子領に進攻するが、この出雲遠征における合算戸田城攻め、第一次合算戸田城の戦いには失敗し、大内春持をはじめとする多数の死傷者を出して、大敗した。以後、吉高は、軍事面に興味を示さなくなり、文化に系統、文字派の相良武次人の台頭を招く。この事態に、武断派の高久は影響力を失ってゆき、さらに、 タケツトを徴用する吉高とも不仲になってゆく。天文14年、1545年、吉シに、実施、大内義孫が生まれたことを契機に、高房は、相良武子人を強制的に隠居に追い込み、大内家の主導権を奪還する。天文17年、1548年に、吉高が十二位にジ位されると、十五位上に少女された。また、 義高の命令で、ビンゴ国へ出陣し、毛利元成らと共に、カンベ城を攻撃している、カンベ合戦。しかし同年、義高によって、相良武氏人が、表情集として復帰すると、文字派の巻き返しを受けて、再び大内科中枢から排除される。このため、天文19年、1550年、内藤木守らと手を結んで、 相良武士人を暗殺しようとするが、事前に察知されて、吉高の質問を受けることとなり、事実上、大内家での立場を失った。天文20年、1551年1月、相良武士人は、自らも、高房との対立による責任を吉高に追求される、ことを恐れて、相良武士人申し上を吉高に差し出し、この書状で、 東高房と内藤木守が無本を企てている。さらに対立の責任は杉重則にあると残訴する。これを契機として文字派を擁護する吉高と武断派の高房の対立は決定的なものとなり、8月10日、9月10日には身の危険を感じた相良武志人が津々ラ出本するに至り、両者の中は破局に至った。8月28日、9月28日、 高房は挙兵して、山口を攻撃し、9月1日、9月30日には、長戸大明寺において、吉高を自害に追い込んだ。さらに、吉高の着難、義尊も殺害した、義尊については殺さずに新しい、主に擁立するつもりだったともいう説もある。そして野上ふさただに命じて、畜前国を攻め、相良武史人や、杉京雲らも殺害したのである。 さらに、無本が終わった後には、杉重則も殺害した。義尊の弟で義高の次男である、った企画丸は、母方の祖父が、内藤木森であることもあり除名している。天文21年、1552年、義高の養子であった、大友春英、当時の文豪大友氏当主、大友義重、双林の伊母帝、聖母は、 大内義雄の娘で義隆の意にあたるを、大内氏新党主として擁立することで、大内氏実権を掌握した。この時高房は、晴れ英を君主として迎えることを内外に示すため、前述の通り投下が、代々大内氏党主より一時配慮するという、習わしから、晴れ英から、新たに一時、晴れの字を受ける形で、晴方とな、意味名を改めている、なお、大内春へは、 翌天文22年1553年に大内義長と改名し、後に春方の着難、長房がその一時を受けた。その後、春方は大内市内部の統制という目的もあって徹底した軍備強化を行った。北九州の宗方地方を影響下に置くため、宗方指定を送り込み、山田事件を指示したともされている。しかし、この 春方の政策に反発する参加の領主らも少なくなかった。天文二十三年、1554年、それが吉高の姉を性質とする、岩見国の吉見正頼と秋国の毛利元成の反抗という形で現れた。春方は直ちに、吉見正頼の討伐に赴くが、三本末城の戦い、主力軍が岩見国に集結している隙を突かれて、元成によって、 秋国における大内邦の城の大半が陥落してしまった防芸引き分け。このため、春方は給与の一作として宮川傍聴を対象とした軍勢を秋国に送り込むが、お式畑の戦いで大敗してしまい、秋国は都市への支配下となった。工事元年9月21日、1555年10月6日、春方は、 自ら2万から3万の大軍を率いて、秋・五島に侵攻し、毛利法の宮尾城を攻略しようとした。しかし、毛利軍の奇襲攻撃によって、本人を襲撃されて敗北し、毛利氏に味方する村上水軍によって、大内水軍が敗れて、退路も立たれてしまい、逃走途中で自害した五島の戦い。去年35、自勢は何を惜しみ何を恨みん。 元よりもこの有様に定まれる身に。意外は、桜尾城で、首実験の後、同雲寺に葬られた。春方の死後、巨城の富田若山城は先に、父、杉重則を春方に殺害された、杉重義助によって攻め落とされ、春方の着難、長房は自害した。以後、大内氏は、急速に衰退し、工事三年、1557年には、 毛利元就によって、大内氏が攻め滅ぼされ、この時春方亡き後を支えた家臣の野上房忠だも、長房の長男、鶴磁丸、春方の罰子とも言われるを、外語自決し、当時の着流は、完全に途絶えた、傍聴計略。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。